みっともチャンネル。イエーイ、みっちゃんだよ。ともえが居酒屋ともえをしてくれました。なんで今日は返しに割烹みっちゃんをします。ではメニュー表を作っていきます。できたよ。はい、では料理はみっちゃんのコース料理を作っていきます。では先付けから作っていきます。4種類ポテトサラダを作ります。ポテトサラダできました。次々に作っていきます。おーい、先付けの完成です。では次は煮物を作っていきます。俺の知り合いの方がかぼちゃをくれました。美味しいです。かぼちゃを煮るときはゆり粉を入れます。これが梅ばあちゃんのレシピです。おーい、できました。今からお作りを作りますけど、とこぶしがありませんでした。だからハマグリにします。ごめんなさい。ごめんね、とも。お作りができました。マグロとハマグリです。では次は焼き物を作っていきます。アユです。アユが焼き上がりました。はい、次はお椀を作っていきます。マツタケできました。いい匂い。まったけご飯作ってきます。はい、カニを茹でます。では揚げ物を作っていきます。鶏天です。ふう、できたぜ。トモエ起こす。やつは寝てる。トモエ起きろ。こら、起きろ。起きてこい、寝ぼすけ。おはよう。おはよう。えらいね、起きてきたね。いらっしゃいませ。料理はみっちゃんです。ようこそ。もう眠気が吹っ飛んだ。はい、これが今日のあのメニュー表となっております。怖すぎ。書いたの？当たり前です。あ、コースになってるんですね。はい、コースになっております。飲み物を注文してもいいですか？何ですか？じゃあかぼすハイボールとかありますか？かぼすハイボールありません。ハイボールかシャンパンか日本酒です。ビールもあります。ビールあんの？ビールある。じゃあ一杯目はビールでお願いします。ビールをこのグラスに入れるんですか？はい。おしゃれだね。どうぞ。お嬢様。ありがとうございます。あー、うまっ。イフインのクラフトビールとなっております。こだわりですか？はい。じゃあもう先付けを。はい。このコース何円なんですか？俺のトモエに対する愛情です。無償っていうことですか？トモエはよしよしをさせたのに、みーちゃんは無償の愛をくれた。トモエは見返りを求めるタイプや。そう、俺は見返りを求めない。すげえ。アスパラとトマトのチーズ焼き里芋のちょっとあの最近入った里芋。こうポテサラで、これがオクラと天かす。へえ、いただきます。あなたがシェフなんですか？違います。え俺がシェフです。うん、うん、本当？うん、オクラと天かすめっちゃいいな。うん、そうや。おつまみ起きてすぐビール飲むやつ。幸せやろ。うん、幸せ。独自。うまっ。もうちょっとありますか？あります。ちょっとちょうだい。ダメ。なんで。うん、うん、里芋美味しいやん。なんこれ、味噌？秘密です。なに、美味しい。はい、お、ありがとう。みっちゃんのポテトサラダマジで美味しい。ありがとう。世界一やわ。もうない？まだいっぱいあるよ。もうちょっと食べたい。うん、アスパラトマトも美味しい。ちゃんとチーズ焼いたんだよ。
シェフ、追いついたんです。ありがとうございます。次のやつお願いしていいですか。どうぞ。刺身です。え、こんだけしかないの？まだある？まだある。食べたい。ダミー、お願い切って、お願い切って、お願い。コースが終わった後ね。今切ってくれたっていいじゃん。じゃあもう切らん。ごめんにょ。ごめんにょ。宅配お願いします。もうそのままでいいよ。宅配は安定って感じやな。どれで食べる？美味しい。なんか居酒屋トマエより全然本格的だ。まあしょうがない。トマエの方が美味しいよ。本当に？トマエの方が美味しかった。ワンマナお願いします。はい。来るまでの間ポテトサラダを食べる。うわ、美味しそう。マッタケ？マッタケとハムのワンです。すげえ。あー、もう美味しい。ちょっとカボス入れてるけどね。アクセント、そう、木の芽。でも正直に言って、美味しくなかった。いや、美味しいよ。美味しくなかった、美味しくないって言って。めちゃくちゃ美味しい。そんなの分からん。君、天才？天才じゃない。あ、焼き物お願いします。はい、よくさ、お母さんの味とか言うけどさ、トモエは旦那の味がある。はい、おお、すごい。天然。天然？カボス絞る？うん。カボスあるんやったらカボスハイボールできるくね？できるよ。さっきできないって言ってた。あ、アユってさ、うん、全く臭くないよな。あ、そう。ああ、これを見てる子供のみんな、大人になったらお酒とご飯、タロチータンで追いチータンだよ。楽しみにしててね。美味しいよ。幸せだよ。いろいろ辛いこともあったけど、生まれてきてよかった。煮物ください。はい。かぼちゃ、すげえ。なんか魚付きだ。そう、煮干し。煮干し、俺のばあちゃんとおふくろはそれ作ってるのね。雪家の味だよ。大人になったらね、昔のこういうところの方が良かったってことも出てくるかもしらん。でもね、大人も楽しいの。酔っ払ってる。あ、でもお願いします、はい、酔っ払うのも楽しいたんだよね。そうね、はい。すげえ、ありがとう。鳥天。うまーん。これこれ、なんこれ、なんか変な豆。なんか変な豆。美味しい。次持ってこーい。ちょっと時間かかる。じゃあ先にマグロを切ってちょうだい。じゃーん、待ち時間に勝手にマグロを取った。勝手に食べちゃいます。見て、マグロの夢のサク食べ。うまっ。マッタケとカニ、すげえ。やったー。 ありがとう。どういたしまして。こんな美味しいの作ってくれて。鼻が広がってるよ。鼻から香りが抜けていく。結婚してくれてありがとう。ありがとう。ずっと一緒にいようね。一緒にいようね。共に押してくれてありがとう。ありがとう。みっちゃんのご飯がね、世界一、宇宙一美味しいよ。ありがとう。ガチで。はみください。なーい。なんで、あるって書いてあるし。来世も結婚しようね。あった。来来世も、来来来世もだよ。みーちゃんが人間で、ともえがにゃんこだったとしても結婚してくれる？俺にゃんこと結婚するの？そう。わかった。
幼稚園の時に隣の人と手つないでねとか先生に言われてもつながないでね、つないだら浮き輪だよ。断ります。いや俺には心に決めた人がいるなんだよこのクソガキが。また結婚してさ、みつともチャンネルしよう。YouTube に変わるなんかはあるやろ。そしたら生まれ変わったファンの子たちとまた会えるかもよ。ありがとう。なし。うん、もごちそうさまでした。最初は疲れ切って寝ております。おー、おー寝てなかった。皆さんもお家でお店屋さんごっこしてみてくださいね。それじゃあバイバイキーン。バイバイキーン。